えと続いてですね、真瓦に至る道について質問です。それは自分とつながることなのかなと思ってますが、あってますかまた真瓦に至っているのを実感できますかそれはどのような状態ですか、えー、瞑想内観直感大事に自然と触れるとゆるゆる進めています。他におすすめ教えてください。真、う、瓦、ん、に、えー、至る 自分とつながることだとは思うんですけどね、その自分というものがね、その、ね、どういう自分なのか、そういうね、まあ、長さんのこうよくおっしゃるな、なお日って言われているような、<っ>えー、その分けみたまとね、神様からの分けみたまみたいな、まあ、存在の自分なのか、まあ、あのー、他にもね、こう、ね、こう自分というものの本質っていうとね、いろんな表現が、 いろんな分野で言われていると思いますけど、まあ、大まかに言うとそうだと思いますけどね、こう、本当の自分というものにいかにつな、ね、がって、つ、え、な、ー、がりつつも、この現実でね、それをその瞬間的につながるだけじゃなくて、つながった状態と今の自分とのこの状態とね、統合させた状態で、この本上でね、こう役割を果たしていくことがまた意味があることかなと思っておりますけれども。えーうん 実感できますかそれはどのような状態ですかまあ、内科瞑想。うんまあ、僕が今一番おすすめしてるのはやっぱり瞑想ですね。あのー、これからどんどんやっていきますけどね。このオンラインでも、あのリアルでもね、えーと。瞑想のやっぱり段階とかによって、だんだんと多分そういう、まあ、僕もまだまだそのその、ね、目指しているというか、そういう、ね、途中のプロセスの段階なので、偉そうなことは言えないですけども、 まあその段階によって、この真化となる、ね、自分にどれだけ近づいていってるかとか、そういうのは、ね、だんだん分かってくると思いますので、一番やるのは、さっきも最伝したように、瞑想をまず淡々と続けていくことで、いろいろ気づきが、ね、増えてくると思いますで。自然に増えることもとてもいいと思いますね、個人的には。他には、だから、要はその逆ですね、思考を手放すっていうこととかがやっぱりすごい大事なんじゃないかなと思いますね、頭で考えない。 えー、でも、考えないということを考えないと、考えていると、まあ、それはいつまでも思考の状態なのでね、えーまあ、そういう直感、あのー、自分の心の声に従って、まあ、行動を、ね、まず取ることも大事かなと思いますね。調さんの方で何か、この進化へ至る道について、アドバイスってありますかいや、進化っていうものってあの、捉え方がすごく難しいんで。 何の状態を神がというかっていうのは、人それぞれ変わってくるから、ちょっとそこじゃなくて、神という存在から言われた言葉をちょっと伝えようかなと思う。これ何、何と言われたかっていうと、人間というのはパンドラの箱だって言われた。いろんなものが詰まっている。それを無心、無心になって、まあ瞑想ですよね。瞑想をすることによって、現在意識を吐き出し、潜在意識を吐き出し、 で、うちなる思いを吐き出した、いろんなものを全部捨て去ったとき、パンダラの箱を開けたときに、最悪、最悪とかいろんなものが世の中に散っていった。で、最後に、要は灯火がっていうか、希望という灯火が残ったという。まあ、それをあの、灯火っていう言い方をしてたんですけど、それが全部吐き出した後に、残るのが灯火だった。 その灯しびというものが、要はある意味、神賀なのかなっていう、その人自体だから、瞑想をしていく中で、考えない。で、あれとあらゆるものを手放していく。そうして手放して、手放して、手放して、最終的に空っぽになった状態。その時に、希望の明かりが見える。それがみんなを導く神賀というものになっていくんだろうなっていうふうに、私なんか思ってるんで、 あの、本当にめくり合いたいと思ったら、まあ内観をするような瞑想というものをずっと続けていっていただくと、それに、あの、ぶつかるんじゃないかなというふうに思っています。